いやマジでちょっとだるくないなあ。やってられへんよな。もうマジでだるいねんけど。生放送や思うたんじゃん。石田気づいてへん思うたんじゃん。残念でした。タバコや思うたんじゃん。チョークでした。はい残念。ということで私マスター大石でございます。誰でもできる漫才の作り方教えちゃいます。人気者になりたないか。略して君は肉まんみたいに言うな。コンビを組んでコンビ名もつけてつかみも分かったとなるといよいよ漫才の本編の作り方です。ほなこの8名の見習い漫才師と一緒に漫才の作り方を勉強しましょうか。私サンパチマイクのサンパチくんも負けへんで。では一体どうやって漫才を作っていけばいいのか。まずはこちら、自己紹介文を作ろう。普段自己紹介することってあんまりないですよね、イメージで言ったらこうクラスが変わった時だとか、あとは転校生が来た時、それぐらいなんですけども、まあ、大体の人がこう自己紹介こう面白くないやんね。名前を言って趣味を一つ二つ言っておしまいみたいなね、今日はですねその自己紹介でネタを作りますから参考にしてもらってですね、次の機会にはちょっとあいつやるやん、自己紹介からもうおもろいやんみたいな、感じに、してみてください。まずはですね例として、僕が架空の人物のプロフィールを作ってきましたので、それを使って、解説していきましょう。では行ってまいります。ちゅうことでまずはボケの入らへん自己紹介ですね。今回も相方役は江崎先生。ほな行きましょう。お願いします。今日は僕たちのことをたくさん知ってもらおうと思っているので聞いてください。僕は新宿第五小学校5年1組の江崎貴文です。僕が新宿第五小学校の5年1組の石田明です。よろしくお願いします。僕の趣味は読書で特技は野球です。僕の趣味は料理で特技はサッカーです。僕は野球部でピッチャーをやっています。僕はサッカー部ではキーパーをやっています。将来僕はプロ野球選手になってお母さんにお家を買ってあげたいです。僕は将来警察官になって悪い人をいっぱい捕まえたいです。僕たち2人は楽しいことが大好きでいつもふざけたことばっかりやって笑っています。なので皆さん一緒に仲良くしてください。これからもよろしくお願いします。さあ面白くなかったでしょう。全く面白くなかったでしょうね。そうなんです、これも面白くなくて当然なんですよ。ボケも何もないですからね、それぞれバラバラの自分の情報を言ってるだけなんですね。これは、相手の言ってることは全く無視してて、これ会話になってないんです。不自然ということなんで、ポイントはこちらでございます。会話形式にする。そう、先ほどの自己紹介はですね会話にはなっていないんですね。普通はこうコンビで出てきてお互いに自己紹介をするときにはですね、相手にこう愛の手を入れたりですね、そしてとかのつながりを入れて滑らかな会話にこうするんですね。じゃあ一度やってみますんで見てみてください。今日は僕たちのことをたくさん知ってもらいたいので聞いてもらえたらいいなと思うんですが、僕は新宿第五小学校5年1組の江崎貴文と言います。でこちらが5年1組の石田明です。どうやろ皆さん分からはれましたか。名前を言い終わった後のでこちらがを足しただけで次のセリフを促す感じになるんやね。ほな次は
よろしくお願いします。まあ、僕たちは仲いいんですけど、二人とも全然違うんですよね。そうなんですよね。次のポイントはこのそうなんですよ。これ自体はなんちゅうことないセリフなんですけど、相槌を打つことで会話らしい雰囲気が出るんやね。例えば僕は趣味が読書で特技が野球なんですけど、僕はあの趣味が料理で特技がサッカーなんです、ね、全然違うでしょ。で僕は将来プロ野球選手になってお母さんのお家を買ってあげるのが夢なんです。夢が叶うといいな。ありがとう、うんうん、でちなみに石田君の夢は。ここもポイント。簡単なやり取りやけど2人が仲良しやって分かるまとめやね。このコメントを受けて次は相手の夢について質問する。こうやって会話を広げていくわけや。僕はですね、あの警察官になって悪い人をいっぱい捕まえることなんです。かっこいい ね、 ねこんな風に全然違う2人だけど楽しいことが大好きだからいつもふざけたことばっかりして笑ってるんですよ。あ、よかったらみんなも一緒にふざけませんか。というわけでこれからもよろしくお願いします。さあどうですかね、ちょっとこう会話になってですね、こう生き生きとしたこう会話になりまして、こうテンポがこう出てきたでしょ。これが言うと漫才のテンポに近いわけなんです、はい、なるほど。相槌を打ったり前の会話を受けたり次につながるセリフを入れるとええんやね。このようにですね、それぞれ相手のセリフを受ける言葉を挟んで話を進めていく、つまり相手のセリフと次の自分のセリフの架け橋をつなぐことで滑らかな会話が生まれていくということなんです。でもボケが全くこれね今のところ入ってませんのでね、まだ全然面白くないです。まだ面白くないですけど、こっからですから、こっからネタになっていくのでね、はい、すまへんすまへん。ずっと聞かせてもらってましたけど、いよいよ漫才のネタ作り、うん、本番に入るわけですな。入りますよ。ところで、うんうん、あのノンスタイルさん、うん、どうやってネタ作ってんのかなと思って。ノンスタイルね、はい、ノンスタイルはね、全部石田が作ってるらしいわ。おう、ああどうやって作ってますか。井上はもう一回も考えたことないらしい。一回ね、井上にネタ考えてこいって言って石田が切れたらしいわ。うん、ほんならね、井上書いてきてんけど、それ石田が5年前に書いたネタを丸写しできたらしい。うわやばいやろ。やばいっすね。あいつやばいね。まあ僕がこう舞台袖でね、こう立って聞いてますところによると、いろんな芸人さんいろんな作り方してるらしいですよ。例えば今人気絶頂の千鳥さん。あ、千鳥ね。千鳥さんなんかね、一切台本を書かずね、楽屋にこもってこう自分たちで二人で喋り合って喋り合って漫才作るらしいですね。紙一枚に5ことぐらいしか書いてなかったもん。5ことで 10分の漫才やってたからね。うわーすごいですね。ほな大石先生、続きをお願いします。次のポイントいってみましょう。次はこちらです。ボケれるところを探そう。それではですね、先ほどの自己紹介を見ながら、どこの部分でボケられるか探していきたいと思います。まずですね、 A の人が振りですのでね、 A の人は普通にやりましょう。で B の方がボケなので、はい、そこでボケれるところを探していきましょう。まずですね、僕がボケを入れるとしたらですね、ここですかね、はい、新宿第五小学校5年1組の石田明ですね。ここは多分ボケ入れられますよね。相方が普通のことを先に言ってくれてますんで、変わったことを言えばいいと、いうだけですから、ここはすごいボケやすいところになってます。続いていきましょうかね、こちらですね、はい、僕たち仲はいいんですけど2人とも全然違うんですよと言った後のですね、そうなんですよというところの相槌のところですね。この相槌のところもですね、違うという全然違うという振りがあるので、本当に違う、どれぐらい違うのかというボケを入れてもいいし、全く一緒という展開に持ってもいいんですよね。だからそういったところは相槌のところでボケやすいかなと思っています。さあ他どこにボケられそうなところがあるか、分かる方がいれば挙手で。お、あ、じゃあホプキンス。はい、うん、趣味と特技のところかな。いいね、ホプキンス。ナイスホプキンス。大正解や。ほんで気付いたかな。
A がめっちゃ普通の趣味と特技を言うてるよね。これが B のボケをグッと聞かせる振りになるわけや。ほんでほんで、他にはどこでボケられるやろう。はい、じゃあ水口。はい、うん、この B の夢が叶うといいなのところ。あ、夢が叶うといいな。あ、いいですね、大正解。そこもボケれますね。だからお母さんに家を買ってあげるのが夢なんですって言ったことに対してのリアクションを、ね、面白おかしく、言ってあげればいいんですね。例えばここでカッコつけんなやって言ってもいいですね。何でもいいんです、こういったことができると。お、皆さん結構分かってますね。優秀ですね。ほんなら次はこれを見てもらいましょうか。大先生がボケれるポイントを虫食いにしてくれはりました。これを使ってどんなボケができるんか解説してもらいましょう。そこにどういったボケが入れれるかというのをちょっとやってみましょう。こちら、僕は新宿第五小学校の5年1組の江崎貴文と言いますと言った後のセリフですね。この言いました、それに対してうんうんとかそうそうとか言ってね、受ける相槌のところなんですけど、この相槌を打つボケというものがですね、例えばこんな感じです。自己紹介、江崎貴文ですって言った後にへーって言ってみると、なんで知らねえんということになるわけですね。はい、一緒に仲いいはずやのになんで知らんねんという、まあ、こういった軽いボケですね。ちょっとなんか漫才を加速させるイメージですかね。はい、他にはこんなパターンもあります。あ、ごめん聞いてなかったわとね。真横で聞いてたのに聞いてへんかったんかいという、ことに対して聞いとけやとも言えるし、肯定でもいいし否定でもいいし、まあ、いろんなボケが、できるわけなんですね。そして他にもこちらがあります。無駄な情報を言ってみるというパターンもあります。こちら、僕は新宿第五小学校の5年1組の江崎貴文と言います。逆から呼んだら三二高木座江です、だからなんやねんというね。なんでそれを言うたんやと、いうことなんですけども、本当にどうでもいい情報を付け加えることによってですね、このボケの人が、あ、変なこと言う人なんやということが際立ってくるので、よりこの後がボケやすくなっていったりするので、そこら辺もうまく活用していくと、笑いが取りやすくなっていきます。続いてはボケ2の部分、行ってみましょう。こちら、まあ、江崎貴文です。でこちらがという自己紹介を、振るところなんですけども、これ覚えてるやろか、こないだやった自己紹介ボケやね。大先生、ここにどんなボケが入るんですかね。いきましょう。こちら、新宿第五小学校の校長の石田明です。嘘つけ。なんで校長が横におんねんというね、これはバレバレの嘘をつくということで、これはね、学生たちで行くとですね、みんな共有してることなんですね。校長先生はあの人だっていうことが分かっているので、分かっていれば分かっているほどこれは笑いやすいと。で、校長先生と似てなければ似てないほど面白い、逆に似てても面白い、この中段が一番面白くないっていうことになる。なるんですけども、みんなが共有していることを覆す、ありえないことを言うというボケですね。はい、じゃあ続いてのボケ紹介しましょう。こちら、新宿第五小学校5年1組の石田明君のそっくりさんです。誰やねんというね。新宿第五小学校の、石田明ですって言いそうやのに、新宿第五小学校の石田明のそっくりさんですという、真面目に言いそうやったのにボケるという、まあ僕がよく言うのは足払いシステムって言ってるんですけどね。グンと急に、ここですボケんのみたいな。続いてはですね、ボケ3に何が入るかなんですけども、ここはですね、A がですね、仲はいいけど全然違うという振りをこう使ってくれてるんですよね。このセリフを聞いたら、こう普通の人は、性格の話だとこう思うんですね。僕ら全然違うんですよって言ったら正確な話やと思うんですけど、それを裏切ると、いうことなんですね。それでその予想を裏切るということがコツなんですが、なかなかこれまた難しいんですよ、予想を裏切るというのはね。だから性格以外の話、それもかけ離れたような話にどんどん持っていきます。より遠くに、性格からより遠いところに持っていくと、これがボケになります。さあ、僕が考えたボケこちらです。全然違いますよ、希望と死亡くらい違うんじゃないかなみたいな。
希望と死亡っていう、これはもうフレーズと音がそっくりなんですね。希望、死亡って似てるんですけど、希望っていうとすごいこうキラキラしてるじゃないですか、ね、でも死亡っていうとすごいなんかどんよりしてるというか、言葉自体は近いけど内容が全く違うというもののこの距離感、距離感を楽しんでるというボケですね。さあこちらもあります。見るからに違うやんね、僕が哺乳類で江崎くんは爬虫類やもんねって、誰がやねんと、見るそんなわけないやんということを言うわけですね。さあ続いてこちらいきます。あれ仲良かったっけっていうね、ここですね、根本否定しちゃうという、みんなは大体ねこの2人とも全然違うんですという振りが頭に残ってるわけなんですよ、見てる側はね。でもその前の仲いいっていうことを否定するっていう、結構高度というかもしれないですね。2人とも全然違うんですにもう一回戻れるので、ボケをもう一個稼げるという意味ではすごいいいかもしれないですね。次はボケ4と5。これは A が言うてるめっちゃ普通の趣味と特技が不利になってるんやったね。どんなボケが入るか大喜利みたいに考えたらええんとちゃうかな。僕が考えたここでの大喜利ボケはこちらです。僕は趣味が集合写真の右上に写ることで、特技が朝礼の時貧血で倒れることです。あ、じゃあもうツッコミが病弱やなってツッコめば、これがボケが成立するわけですね。小学生であるということを振りにする。他のパターンも見ていきましょう。こちら、趣味が好きなことで特技はうまくできることですというね、趣味と特技の意味を言っちゃうというね。さあ続いてこちらです。趣味が先生の話を聞くことで特技がトイレ掃除ですということなんですけど、これもこれだけ聞いたら、あ、そうなんかなって思うんですけども、ツッコミがですね、気に入られようとしてるやんとか、お前先生にこびんなみたいなことを言うとボケになるわけですね。はい、なのでこれはだからツッコミに結構負担がかかる、比重がかかってるボケになりますね。はい、なのでこれはね結構ツッコミの人に嫌われます。はい、俺ツッコミなくても笑いを取れるのが一番いいボケだと私は思っていますが、そういったこともやっていくとこうより生き生きした漫才になっていきます。ほんなら次は6に入るボケを教えてもらいましょうか。こちらですね、僕は将来プロ野球選手になってお母さんにお家を買ってあげるのが夢なんです。それに対して B が、え、お父さん追い出すのとね、全くそんなこと言ってないのに、はい、家を買ってお父さんから逃げ出そうとしてるという風なボケに持っていくということですね。これはだからツッコミが言いたいことを、まあ、ちょっと茶化してるというね、茶化し的なボケですね。うん、なんかこういうのはなんか上げ足を取るだとか、ボケには結構多いんですけども、この言ったことを嫌な意味で取ったりとか、だからそういう風にしていってちょっと意地悪をするみたいな、雰囲気でこれ笑いを取っていく、これはボケですね。さあ他にもあります。こちら、はい、こちらですね、僕は将来プロ野球選手になってお母さんにお家を買ってあげるのが夢なんです。難しいよ、ナメクジが世界征服するぐらいでね、相当難しいと。ナメクジが世界征服することはもうほぼないですよ、ほぼない。だからもう言うと 100% ないですよって言っていることなんですけど、これ 100% ないよっていうのはただの否定じゃないですか。ただの否定になるとこれは楽しくもないし、多分仲悪くなると思うんですよね。じゃなくてこれをふざけるからこそいいんですよね。だからナメクジが世界征服するぐらいとか、カッパのここがね、皿じゃなくてティーカップになるぐらいとか、なんか分かんないですけど最後にボケ7を考えましょうか。ここでは小学生らしくない夢を入れるんがコツやね。例えばこんな感じ、不老不死が夢って、確かに全く小学生らしくないわな。ここに入る夢がありえへんものほどボケが効いてくるんや。逆にこんなパターンもあるで。石田くんの夢はお寿司を食べたい。夢言うたら大層なもんを期待するやん。せやのにお寿司ってでしょぼいなとなる。これは期待を裏切るパターンやね。なのでこういったそのやっぱり皆さんの思ってる常識、当然この会話はこうなるだろうという会話をですね、どん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 裏切っていくのが漫才の基本です。
はい。さあこれでねだいぶポイントはつかめたと思います。ですでね、その自己紹介の分が、漫才形式になるように皆さんでこれから挑戦してみましょう。というわけでやってみたい方、はいはい、はい、じゃあ笠原ちゃんいきましょう。はい、はい、お願いいたします。あー緊張してるで顔緊張してんで、えらい緊張してるみたいけど笠原ちゃんどんな自己紹介になるんやろ。リラックスリラックス。どうも笠原&江崎です。今日はね僕たちのことをたくさん知ってもらいたいので聞いてもらえたらいいなと思うんですけども、僕は新宿第五小学校5年1組の江崎隆文と言います。へー、江崎って言うんか。いや知らなかったんか。知ってる知ってる知ってるでしょ。でこちらが元笠原ジュリアです。じゃあ今誰なんだよ今笠原でしょ、うん、僕たち仲がいいんですけどね二人とも全然違うんですよ。そうなんですよね。私は人間なんですけどこちらは動物園にいるゾウなんですよ。誰がゾウだよ。鼻全然伸びてねえだろ。違うでしょ。例えば僕は趣味が読書で特技が野球なんですけど、私は趣味は廊下でスキップをすることで、特技は廊下で自転車に乗って暴走することです。廊下好きだなおい学校で暴走したら怒られるよこれねえ。僕は将来プロ野球選手になってお母さんにお家を買ってあげるのが夢なんです。え、お父さんの分は。いやそういう話じゃないのよ、うん、じゃあちなみになんだけど笠原ちゃんの夢は。私は世界を支配することさ。すげえなおい壮大な夢ですよこれ。漫画の見すぎだそれ。しかも、まあ、こんな風に全然違う2人ですけど、あ、こんな風に全然違う2人ですけど楽しいことが大好きだからいつもふざけたことばっかして笑ってるんですよね。よかったらみんなも一緒にふざけてみませんか。すいません噛むのが映っちゃってごめんね。というわけでこれからもよろしくお願いします。おすごいすごい。いやいやすごかったよ笠原ちゃん、ね、よかったよね。どうやってみて笠原ちゃん。すごい緊張がやばかったです。緊張やばかったでも江崎もだいぶ緊張してたけど江崎さんどうしました。めちゃくちゃ緊張しました。いやなんなら笠原ちゃんに引っ張ってもらった感じがしました、はい、いやすごい上手かったです。めちゃくちゃ上手かったです。自然にセリフも出て、ね、出てましたね。勉強になりました。勉強になりました。ありがとうございますお次は平岩くんの挑戦や。プレッシャーに負けんと頑張っていきましょう。どうも平岩&江崎です。今日は僕たちのことをたくさん知ってもらいたいので聞いてもらえたらと思うんですけども、まあ、僕は新宿第五小学校5年1組の江崎隆文と言います。 What? 英語英語で何ってこと。いやイエスじゃないのよ、ね、えちなみにこちらが、僕はニュージーランドでラグビーチームのオールブラックスの選手をやっています。あ、変わって変わってへーです。嘘つけよオールブラックス確かにこれやるけど力強いのは平岩くんです。お願いします。僕たち仲いいんですけど2人とも全然違うんですよ。そうなんですよ、ね、2人とも全然違うんです。思いのほか受けてるからウケすぎてですね、嬉しいことですよね。オールブラもう一回見せてもらっていいですか。いいですか。オールブラックス。あ、かまってかまって。いいですね。すごいインパクトが残りましたよ。オールブラックスはねこうやりますけど平岩くんでございます。僕たちねちなみに全然違うんですよ。うん、そうなんですよ。あれですよ。あれですよ。ほぼ初対面じゃないですか。ほぼ初対面、まあ、あんまりノーとは言い難いけど。そうですか。あのオールブラックスに力入れすぎて忘れてんな確かいやいやいやねえ、まあ行きましょう。ありがとうございます。例えばね僕はあの趣味が読書で特技が野球なんですけども。マジっすか、うん、無視はやめてくださいそうなんだぐらい興味を持ってくださいよね。そうですか、うん、ちなみにね僕は将来プロ野球選手になってお母さんにお家を買ってあげるのが夢なんですよ。え、家だけ。え、
もっと稼げるかな、いや稼げるかなってそんなの想像すいませんね、いろいろありますけどもね。ちなみになんですけど、あの平岩君の夢は何ですか？まあもちろん世界征服ですよね。壮大だな。またそう、世界征服しないと。世界征服しないとやってらんない、はい、どんな考え方してるんだそれ。こんな風に、まあ全然違う2人ですけど、楽しいことが大好きだからいつもふざけたことばかり言って笑ってるんですよね。よかったらみんなも一緒にふざけてみませんか？というわけでこれからもよろしくお願いします。いや素晴らしいですね、平岩君。ありがとうございます。いやいやいや、お見事でしたよ。いや、どうでしたか、平岩君。いや、あの、緊張しすぎて途中1個飛びました。途中1個飛んだ？飛んで。あ、そう、どこが飛んだの？あの、趣味のところ、一番力入れてたんで、そこが飛びました、逆に。一番力入れたのに、それ言われへんかった。はい。最初でちょっと力入れすぎてね。入れすぎちゃって、ちょっと。ちょっと、江崎さん。はい、めちゃくちゃ困ってらっしゃいましたから。いや、まあ、僕もなんかなんとかバフォローしようとして、はいはい、まあ、うまいこと言ったところもあったんですけど、はい、途中なんか僕記憶がないのか、はい、なんかね、はい、ぐにゅぐにゅしてなんか気が付いたら小さい声ですいませんって言ってました。想定外のハプニングで弱かったんですかね。いや、でもこのハプニングがまた漫才の楽しいところですよね。まあ、確かに、はいはい、だから強く力強く面白かったところをもう一回やらせて笑いにしてみようかなと思って、趣味が例えば飛んでたので、はい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 、そこでごまかそうかなと思って、ね、受けすぎたからそれをうまいことこう反応してと。そうですね、お見事、プロの技と。プロの技とそれにまた乗っかってくれたという。いや、最高でございました。最高でしたね。ありがとうございます。ちなみに趣味と特技だけが気になるの で、趣味と特技は一体何趣味が世界征服で、特技が人を人形にすることです。めちゃ怖いやないか。めちゃくちゃ怖いがな。続きまっせー。